ビズルマの落とし、チアゴサンタナプレスバック、そこでボールを奪った、チアゴサンタナボールを持っていく、左打ちはさあ右のこの神谷だ、神谷抜けて神谷来た、すぐさま同点に追いつきます、清水エスパルスです。1対1、高い位置でボールを奪ってから得点に結びつけました。まあ、F マリノスからするとうまく中盤で前向き作れた時に少しゆっくりしてしまったんで、チアゴサンタナに後ろから捉えてしまったと、まあ、清水からするとよく戻って取ったところがカウンターがうまく作れましたね。まあ、抜け出しからの最初のコントロールも神谷すごくうまかったと思いますし、はい、最後キーパーを見た上で冷静にシュートは打ってますね。